グリーンのことか。今日雲何個あんだろう。1,2,3,4,5 数えきれないわ。え、今日俺何点？100点だって。いただきます。ごちそうさまでした。間違えちゃった。うまい。うわ。はい、準備が終わってですね、あとこのオリジナル T シャツを着替えて、そしたらもう準備完了っていうところまで来ました。告知入れちゃったよ。告知入れちゃったよ。はい、今日はですね、最後の大会ということで、本当に3年間頑張ってきましたし、チームメイト、監督、コーチ、家族、みんなに本当感謝して、プレイして、自分がゴールを決めて勝ちたいと思います。ふー、楽しみ。楽しみ。楽しんでいきます。レッツゴー。
はい、帰ってきました。水分チャンネルなんですけども、はい、帰ってきたって言ってもですね、本当はですね、コンビニで買い物して、YouTube ダラダラして、ちょっと時間経ってるんですけど、はい、今日の試合はですね、はい、0対1で、負けてしまいました。はい。まあ、一試合通して本当に、自分たちがボール保持する時間もなかったですし、まあ、チャンスも本当に多くなくて、難しい試合展開でしたね。で、もう本当にこう、なんていうんですか、最後の大会が今日でね、終わってしまったんですけど、ちょっと、まだ、こう、なんていうんですか、自分の考えをまとめれてなくて、やっぱ、最後の大会だし、もっとみんなサッカーしたかったですね。で、勝ち上がれば、スタジアムでプレーするチャンスも、あったんで、めっちゃ悔しいですね。はい。でも本当に、チームメイト、監督、コーチには本当にめっちゃ感謝してます。なんでかって言うとですね、僕は、先週の金曜日に、足首ひねってしまって、で、それで、1回戦出れなかったんですよ。まあ、1回戦は勝ったんですけど、やっぱ最後の大会だし、やっぱ出たいって思ってて、その中でも、水曜日に復帰して、なんとかこう、今日の試合に間に合わせて、コンディション面でやっぱ 100% じゃないって思うのが普通なんですけど、スタメンフル出場させてもらったのは本当にめっちゃ嬉しかったし、監督にすごい感謝してます。で、チームメイトもやっぱり応援してくれたりとか、家族も応援してくれたりとか、自分がプレーして負けて悔しい。で、それだけで終わるんじゃなくて、本当にいろんな人の支えとか、応援があって、今日は本当悔しい思いできてるので、悔しいっていう気持ち、もありますけど、本当に一番は、感謝ですね。僕が、コミュニティの方で怪我したっていう報告をした時に、皆さんからめちゃめちゃ温かいコメントをもらいましたし、本当にそのコメントを読んで、頑張ろうと本当に思いました。コメントがなかったら多分、うわ、もう怪我した、うわ、もう、俺の最後の大会も終わりだって、多分それでもう、最後の大会にかける気持ちがなくなって、今日プレイできることができない、メンタル状態になってたの。と思います。でも視聴者さんが応援してくれたおかげで頑張れました。いつもスティームチャンネル見てる皆様ありがとうございます。本当に感謝です。いろんな人に感謝してます。これからリーグ戦は残ってるんですけど、最後の大会にも 100% 力出そうって決めてて、自分がプレーするかっていうのは分かんないです。っていうのも足の状態もまだ少し痛みありますし、一番気持ちですね。最後の大会があって負けてよし、リーグ戦っていう、今の僕は、なってないんで、まあ、どうなるかっていうのはまたね、動画出して、皆さんに伝えていこうと思います。いやー、悔しいね。悔しいっす。はい。